ああえー、今日はですね、あのー、本来でしたらねこの枠は、まあ、人が来た場合は、まあ、先週の動画みたいにリスナーさんに上がってもらって、まあ、お話聞くみたいなねことができたらなと思ってますが今日は多分人が来ないという想定で、えーっとまあ、自分の話ねしていけたらいいなと思っています。まあ、このの間間ゴーールデンウィークがあったじゃないですか、まあ、お休みの期間ね 今住んでる家から少し離れて過ごしたんですけれどもなんか旅行したりいつもと違う空間に行く時ほど好きなものっていうのはね集まってくるなっていうのを実感したのでねちょっとその話したくって <laughs> ほんとどうでもいい話なんですけどあクーパンさんこんにちはこんばんはか。 ちょっとね、誰も絶,絶,絶対誰も来ないと思ってねちょっと内緒話の体でちょっと最近思ったことをねお話ししております。あちょっとそうほんでね、あのー、このゴールデンウィークで YouTube の方にもおすすめの方でさ上がってきちゃうんですよね気づいたら雑談動画が。なんか芸人さん同士がこうゲスト呼んで喋ってる動画とか VTuber が他の VTuber 呼んで喋ってるゲストに呼んで 喋ってる動画とかがねやっぱ集まってきちゃうんですよねもうこれびっくりしてえなんか雑談動画集まってきてないか自分の周りにと思ってであのさっきもね「このキャス」始める前に、ね、めっちゃお酒飲む人いるじゃないですかあのみゆきさんあの人とあのトリンドルさんがお酒飲んでちょっと愚痴,愚痴とか不満をね喋るっていう動画がさっき 上がってたのかなでそれがおすすめに出てきちゃってて <laughs> いやなんかもう YouTube にもバレてるっていうか私の、あのー、動画の好みが <laughs> 雑談系の動画が好きだなこいつっていうのが YouTube のアルゴリズムにバレましてで私のもとに集まってきてしまっているっていう状況でねちょそれで笑っちゃったんですけどなんかね酒飲み 喋ってる番組ん好きなんですよね、まあ、普通に民放テレビだったらあのグータンヌーボとか今グータンヌーボーヌーボーかなとか、まあ、あれ結構お酒飲んで喋ったりすると思うんですけどああいう系のねでなんかこうあのスタッフができるだけ介入,介入してこないトークしてる時に直接介入してこないようなこう番組が 好きでそういうなんかやっぱお酒入ってる時の話 <laughs> 結構 <laughs> あお酒っていうか何なんだろうね飯食ってる時かなご飯食べてる時の人の会話って結構なんかうんこうその人のなんかこう芯食った部分というかこう割と素に近い部分本質的な部分とかがちょっと垣間見えるなっていうところでやっぱ好きなんですよね。 ゲストとトと喋ってる時ほどではないんですけどなんかね聞き方親戚とかと喋ってる時でさえなんか相手がさ好きなものの話とかし始めたりするとなんかねモードがねそっちになるんですよ自分のうわこの人今好き,な好きなものの話しようとしてるなっていうのが分かった瞬間に「あのえそれっていつから好きなんですか?」とか <laughs>。 聞いてしまったりあ、それっていうのはだから友達と始めたんだとかあ、自分でハマってったんだねみたいなどういうところが好きとかそれ休みの日もやったりするのとか <laughs> いやこれやってることもゲストと喋っとる時と同じやんけみたいなのはあの喋ってる途中で気づくんですよあのゲストみたいにして話を聞いてやろうとはもちろん微塵も思ってなくてその瞬間はねでも好きだからなんか勝手に喋っていってしまうっていうのがあって もうそれはね本当に自分でもう割れながらひどいなって思った。であとあのね、まあ、テレビ番組もそうなんだけどでここ半年ぐらい本当に半年とかくらいでなんかねそのやっぱ雑談とトーク番組が好きだなっていうのが自分の中でやっと明白に気づけるようになってきたので,でカテゴリー分けしてみたんですよちょっと前に。 トーク番組って言ってていいいもろろあるじゃないですか例えば「アメトーク」みたいなあのもう思いっきり編集入ってて「あリリカルこんばんはこんばんはありがとうあの」テロップガンガン入るしコーナーもあるし効果音も BGM もめちゃくちゃめちゃくちゃ編集ありますっていうトーク番組があるじゃないですか。まあ、あれはバラエティーですけどねっていうのではなくて、まあ、比較的バラエティー色も強いけどっていう意味で言うとさっき言った「グータンヌーブ」もそうですし。 んこれも、えー、比較的演出は入ってるんですけど、あのー、マツコの知らない世界、まあ、あれは雑談っていうかね、あのー、紹介とか持ち込みなんですけどそういうなんかこう、えー、編集がめちゃくちゃ入ってる感じのやつよりはね、あのー、あまりカメラを意識させないような作りのトーク番組が好きであのねあれ僕らの時代ありますよね日曜日に朝やってるやつ。 あれも結構カメラボーンって置いてそのまま「はい喋ってください」っていう風に放置してるやつなんですけどで3人ぐらいでね基本喋ってるんですけどまあそれはもちろんカット編集とかバリバリ入ってますけどでもこうトーク自体のなんかこう流れとかは本人たちで作っていくっていう感じも,もちろん台本はあると思いますけどなんかそういうのがすごい好きであとえっとね編集の手が少ないって っていうああまあこれも編集はあるんだけどあのね雰囲気がすごい好きなのはねあの、えー、日曜日の、えーと「早く起きた朝は」っていう、まあれも雑談なんかね投稿者視聴者からのはがきを読んでそれを起点にこうトークがちょっと広がっていくやつなんですけどまあなんかねあれがね個人的には。 まあなんか自分の中のこう理想系の一つではあるなと思うんですよそのゲストの話聞く時の聞き方のお手本の一つみたいな最近の若い子はダメねみたいな風ではなくてもう全てをねこうはがき送ってきてくれた視聴者さんのこう投稿内容に寄り添うんですよその様子がね本当に見ててね気持ちよくってなんか否定したりは基本しないんですねもうその気持ちわわかるわみたいな ところから全部始まっていくっていう風で、その押し付けたりもしないんですよ。こうした方がいいよみたいなのもあんまりなくって、あのー、こう穏やかで和やかに行く感じ。要は誰も傷つかないんですよね。そう、誰も傷つかないのっていう喋り方がね、3人ともすごく上手で、それはもう本当ね、3人にしかできないなんか喋りなので、もう唯一無二感がもうね。 20年以上やってる番組なんですけどなんかその多分雰囲気が良くて受けてるというかねもうみんな見てていい気持ちになるから見てらっしゃると思うんですけどそういう番組を自分でこう気づいたら見てるみたいな感じがね多いんですよやっぱ見てて楽しいんですよねそういうのなんかあ自分もこういう人こうのこういうふうにこんな人の話聞きたいなっていうのは結構思いますね。グーパーパさんおしゃれイズムとか好きそう あーおしゃれイズムかーおしゃれイズムねあんまりんあれなんかねこうねあんまりね素じゃないなというかこうあ難しいな <laughs> 違ったいやー難しいゲストに対してカメラを意識させることが多くなってるようなこう番組構成とかは結構。 もうゲストがさ気張ってるのが見てて分かるじゃないですか今オン,オンだなみたいな確実にオンのモードだなみたいないうのが目に見えて分かるやつはなんかあんまりっていう感じなんで自分の中でこの番組とこの番組では違うのかなっていうのを考えるだけで結構うん自分自身がどういう雑談がしたいのかなとかいうののこう見極めになるというかヒントになる。 っていうところはあるのでゲスト動画やりたいですって私言ってますけどそうなんか言い出したのも最近だからさこうまあ多分ね定まってないんですよ自分の中で。どういう風に究極的にはなれば成功だって言えるのかっていうのがなんとなくはあるんですけど完全には多分自分の中にまだまだ落ちてなくてそれを探してる期間でもあるのでまあそれは楽しいんでね全然いいんですけど。 普通にテレビ見てる時もなんか勉強しちゃってるんですよね結構、うん、勉強だな勉強感が強いなって思ってただ母ハハって見,れ見てることが結構少なくて母ハハって見てる時もあるんだけどあるんだけどなんか気づいたらね iPad のメモに何月何日、えー、グータンヌーボー市長メモって言って。 その下に気づいたことバーって書いてったりすするんですよこの人の切り返しよかったとか今の一言でこの人の緊張がほぐれたのが分かったとかそういうのをメモしてるんですけど話の聞き方が上手な人をね結構トーク番組見てね探してることが多いんですけど誰だったかなこないだねなんかね映画監督がね誰かめちゃくちゃこうすごい若手の俳優さんか誰かと喋ってる時に。 聞き方がねすごくほがらかでこうううんてだろう緊張させる感じもなくでもこうそれみんなが聞きたいっていうところをこう自然に聞いたんですよその瞬間があってもうすぐにメモしたんですけどなんかねそ,そういうのってねこうやっぱ相手を絶対思,思いやってないと無理な質問だからこうちょっとでもこう自分におごりがあったり俺の方が偉いんだみたいなのがある人って。 そういう聞き方がやっぱりできないから、なんか自分も高圧的になってるんじゃないかなっていうのはすごい思いますね。今のところ喋ってるゲストさんって全員まあ、自分より年下なんですね。まあ、私は年齢って好きなものに関しては全く関係ないと思ってるから全然どうでもいいんですけど、なんか向こうがちょっとでもこう気を使い始めたらもうもうね。その話はね。うまくいかないんですよ。やっぱりね。その人が。 一番話しやすい感じ普段こうなんか一番気の置けない友達に喋ってるのにより近いイメージで私を相手に喋ってもらえたら割とこう何て言うんだろう個人的なことをしゃべってくれたりうーんその人ならではのねエピソードを喋ってくれたりすることが多いんですけどやっぱりそこに持っていくためにはこうリラックスしていただくっていう感じが。 絶対不可欠なんで、そこのなんか持って行き方、初対面なのになんか気軽に喋れるなみたいな喋り方をしてる人をやっぱテレビとかその YouTube の企画とかで喋ってる人の喋り方をこうお手本にしてる感じなんですよね <laughs>。そのゲストさんとね喋ってる時の話なんですけど、すごいなって思うところがね結構あって。 ていうかね、共通してるというかね皆さんゲストに呼んだ方今まで皆さんあのね平たく言えばいい人 <laughs> ちょっと掘り下げて言うのであればなんというのかなこう好きなものに対してまっすぐというかあのねマウントを取る人が本当にいないのが素晴らしいなというか私そうちょっと喋りたくないのであれなんですけど。 なんかもう私の好きなもの僕の好きなものをもうちょっとでも知ってもらえたりこうやって話できるだけで幸せですっていう人が本当多くて別に私そこまで求めてないんですよ本当はねあのそ,んなそんなに謙虚にならなくてもあのいいんですよって思ってはいるんだけどもでもなんかそういう風に言われるとなんかこの人にとって今この1時間ってちょっとでもこうなんか楽しかったのかなって。 思ってもらえてるのかなーって喋ってるこっちとしては感じるからもうそれがすごく嬉しくってなんかねみんなね最後にお礼をちゃんと言ってくれるんですよびっくりする「本当ありがとうございました」とかなんかね「学校ではこれは言えない」とかねリアルではあんまりこう言ったことがなかったっていう場合も結構あって「あそうなんですか?」って言って「いやだってみんなこんな風に聞いてくれないもん」って言うんですよ。 こんな風にっていうのはそのなんか興味持ってというかあんまりリアクションして聞いてくれる人は少ないとかいうのはね結構言っててあそうなんだって思うんですね。でも自分もさこう自分の好きなものをの話を周りにした時にああそんなの好きなのとかさえ知らないなとかああみたいなって人に聞かれてたことがあるのでもうねそ,のそういうね嫌な経験を積むとね相手の 一言ぐらいいででも分かるんですよあこの人聞く気ないなっていうのが。例えば私がこう「これ好きなんだよね」とか「最近これちょっとハマっててさ」って言った瞬間の次の反応をすごい見ててでその人が「えそれって何な,なの?」みたいなちょっとでもなんか知りたいみたいな雰囲気を出してきたら「あもうちょっとこれ言ってもいいかな」みたいな見極めになるんですね。でもその最初の一言目がなんかふーんとか <laughs> <laughs> あのー、分かりますかねこう気合入ってない感じ魂入ってない感じで「はんみたいな <laughs>「スマホいじってますね」みたいな感じで喋られたら「今喋るほどの話ってないから全然いいんだけどね」みたいな感じでもうこいつには一生喋らないと思って <laughs> 流してきましたね。 なんかねねいよねあれ悲しいまあ別にそ自分がさ好きなものがさマイナーだからしょうがないんだけどさっていうのをさ毎回毎回こう自分の中でさ思うしかないわけですよその相手の興味のない反応を聞いてねつらいあれほんとつらいだからもうその気持ちがねもう死ぬほどわかるわけだからもう私は絶対ね私のところに来てこう喋ってくれる人には絶対そんな思いさせたくないの。 それだけが本当にねもう使命感のようにあるわけ別にお願いされたわけでも何でもないんですけどで終わった後に必ずね自己アンケートを取っていて何、まあ、かこういくつか答える項目があって、あのー、楽しかったですかっってていうのは絶対入れてるんですよ楽しかったかたどうかって本当に大事で要は別にその楽しかったの理由がなんかえっ、ー、と 自分の好きな好き勝手喋れたからよかったっていう楽しかったでもいいしなんかとにかくめっちゃ笑ってたから楽しかったでも何でもいいんですけどそれが伴わない活動は私はもうする意味ないと思うからだから喋ってる最中でも終わり際になってくるとその人がこの1時間楽しかったかなどうかなってのをちょっと感じながら探りながら喋ってる部分はあってこうなんか無,無理して笑ってないかなとか。 あとね一番ね結構後悔するポイントとしてはねこれは結構毎回あるんですけどうわもうちょっとあの時この質問できただろうっていうのはすんごいあるんですよ。あの多分この人もうちょっとあの話についてあそこをもうちょっと聞いてほしいって思ってたんじゃないかなっていう反省結構多いですね。本当多い あもうちょっとあの学生時代の話楽しそうにしてたからあそこ膨らませればよかったのに何ですぐ別の話に切り替えちゃったんだろうとかそこはねまあ基本ね1時間っていう風に設定してるんであ,のあんまり長引かせたりもしたくなくてその中のなんかタイムマネジメントがすごい難しいなっていうのは感じててねどこで盛り上がりを作るかっていうのは、まあ、こっちの裁量なので。 あの雑談ってねもうね質問で全ては決まるんですよよしあしがその話が面白いか相手が楽しいと感じるか否かっていうのはこっちの質問がいい質問だったか、まあ、そのタイミングとかも含めてよかったかっていうので決まると思っているのでなんかねハマったなっていう時もあればちょっとダメでしたねっていう時も結構あるんですよでこう毎回 改善していくんで,すけどであのーまあ、近々ねちょっとね出そうと思ってるやつがあってそれ動画じゃなくてねノートなんですけどえー、っと今,今までとりあえずゲストさん7人分の動画を出しているんですけれど1人目から5人目までのゲスト界の動画の反省を文章にしたものをちょっと5月中ぐらいにはまあ公開したいなと思っていてまあそこではこう。 3つぐらい反省する時の観点があって1つ目はその雑談に発見があったかどうかっていうのと,でえと,あと編集がどうだったかっていうこととで一番大事なのが質質問の質がどうだったかこの3つで評価評価っていうかまあ反省をしてるんですけれどその質問の質がどうであったか っていうのはねすごい毎毎回回ねダダメメなんですよ <laughs> ほぼ毎回ダメいい部分もあるんだけど絶対反省点があるんですよここはこういうふうに聞いちゃいけなかったとかここの話題を膨らませた方が絶対楽しかったとかね。まあ、こう逆にその反省があるから次の回に生かされてたりもするので総、まあ、じて駄目ではないんですけれど。 なんかねその前に進んでる感がねすごい楽しいんですねこのゲスト会に関しては。なんか一人語りの動画って自分のことしか喋ってないからその動画が良かったかどうかっていうのって測りづらいんですけど人が絡んでくるのでやっぱりその人が楽しかったかどうかでねこうよし悪しを判断したいなと思うわけでそのためにはじゃあその相手基準で質問はどうだったかなとか視聴者から見て編集どうだったかなとか。 あのいう部分で評価したいなと思っててその反省文を <laughs> 反省文って叱られてるわけじゃないんですけどまあ反省してるまあ文章を書いてる今最中でしてねそのね反省がなかなか終わらんのですよ今3人分ぐらいやっと書いたんですけどもう全然終わんないの長すぎて長いほんと長いの私の文章がダラダラしてるっていうのもあるんだけど あのね一個一個ね反省点を見つけてくるともういっぱい学びがあってだからそのの反省文をを書くにあたっててもすすごい見返してるんですよ動画を編集のところを反省するために編集だけ見るために15分間視聴してで反省点バーって書いてで次質問の質をどうだったか見るためにまた一番最初から15分間ばーって見るんですよ。 さすがに1.25倍速とかしますけどそうしたらねやっぱこう視点を変えてみるだけでさっきは「あこの辺この動画編集いいじゃん」と思ってたけど「え質問クソじゃない?」とか「<laughs> 何聞いてんの?」とか <laughs> 結構あるんですよ。この観点で見るとこの動画いいけどこの観点で見るとこの動画クソだなみたいな。 のが同じ動画でも全然バラバラなのでなんか極めがいがあるというかねでやっぱ雑談ってねこう生ものなのでもうその場その場でトークは展開していくしかないから、ね、一時停止してねゲームみたいに次どうするみたいな選択肢を出して待ってる時間はありませんのでリアルですからねあのー、今この瞬間 次何の質問するかっていうのはやっぱりそのその場でやっていくしかないからそ,それまでにそのトークまでに前回の反省をちゃんとしておかないと次もまた同じミスを犯すすんですよもうそれがねよくわかるんですね自分で。また前回ととと同じミスしとるとかこれこの間もこういう質問してなんか微妙な反応だっただろうかみたいなのは喋ってる中で自分でもわかるんですよ。 ああ今の質問ダメだったーとかちょっと同じこと聞いちゃったーとかうんこれちょっとゲストさん飽きてきてるからちょっと次のネタ言った方がいいなとかねいやー難しいですけどね楽しいですねほんと楽しい <laughs> ほんと楽しいんだけど <laughs> グッパーパンさん自分に厳しくできるのすごいああ自分に厳しい自分に厳しいのかなでも人 人が絡んでるからなんかこれはやって当然じゃないのかなって思うんですけど呼んでるんだからさ <laughs> いい思いしてくれなきゃね自分に甘々なのですぐサボっちゃうあいや,いや私も甘いですよ甘い甘い激甘許されるならもうずっと布団の上で過ごしたいし一生寝てたいしだから好きなことに対してしか私はこうストイックにはなれない人間なので全然他の部分では甘いですよ よく言っていただくんですけどねあよく言われるやつね言いますよあの「ちゃこさんはもう自分の夢に向かって頑張っていてすごい!」って言われるんですけど「いや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 そんなことそんななんかね大それたこと言ってるけどね全然違います」っていうそれは素直で美化された顔ぐらい違うっていう現実とだって好きなことしかやってないから好きなとことに関してはこうね ちょっとずつ盲信になるのはこう私の悪い癖なのでそこの部分だけ YouTube でやってるわけだからそりゃね頑張ってる風に見えますよね全然他の部分では頑張ってないのに <laughs> だからなんかあ「ちゃこさん YouTube では頑張ってますね」くらいにしといてくれたらあ正当な評価だなって思うけどまあそんなこと言ってくれる人はいないから <laughs> あれですけどね 嫌ですよね突然ね DM もらって「あちゃんこさん YouTube で頑張ってらっしゃいますね」とか「YouTube の畑では頑張ってらっしゃいますね」とか言われたらもう笑っちゃうけどねうなんだこいつってなるけどまあでもわかんない頑張ってんかな全然頑張ってないけどだってあのサムネイルが全然仕上がってないのに動画を公開しちゃったりいろいろしてますからね <laughs> もうあれもう4回ぐらいやってるからね 今,日今週の動画明日にしますって言ってんのにあの動画公開の日時を変更し忘れてある時間になったら全然概要欄も何にも仕上がってない動画が45時間公開されたままになってるとかねでそれを教えてもらって気づくみたいな「ちゃこさんまた待ってますよ公開に」「サムネイルまた出てませんよ」みたいな「あごめんなさいありがとうございます」「何回やんねんお前」ってめっちゃ言われる。 LINE が来るわ、DM が来るわ、もう大変ですよ。なんか通知多いなぁって、明日にしたはずなんだけどな、公開日、どうしたんだろうって思ったら、そういう忠告がね、いっぱい来てますね。恥ずかしいですね、あれ。<laughs> いやポンコツなんだって、マジで、もう、ほんとダメ。ああいう管理がね、自分でできないからね、もうマネージャー欲しいわって思う。<laughs> えー、リ,リカル、それがすごいんよ。あ、そうなんか。 やっぱさ一つ頑張れたら十分ああねえねえそれそれそれいやー一つ頑張れたらねいいよねじゃあ私は頑張ってるのかなということにしようみんな一個ぐらいなら頑張れるで好きなことならそれがさお金にならなかったりするとなんか世間体がどうだこうだってさ言ってくるのは周りの人間だけなわけであってさだから言われるよなんか言われるよっていうか言われてたよ やろうとし始めた時は仕事辞める時にね特になんかちょっと風当たりで一瞬強くなったねまあもう無視したけど無視したりあんまり何をしたいかをねあんまり詳細を言わなかった突っ込まれると鬱陶しいからやりたいことがあるんですくらいにして,いて <laughs> ネットで何かをするとかをねあんまり言わなかったな結構突っ込んで聞いてくるんですよね教職員連中って 仕事辞めてどうするのみたいなところをねやっぱ聞いてくるんですよ。おに関係ねえだろとか思って。<laughs> あのね周りの人間っていろいろ言いますけどねそういう人たちってね総じてこっちの人生には全く責任を負ってこない人間なのでもうねもう何も教えない方がいい情報を文句言いたいだけなんだからさ、えー、リリカルさんそんなに何かお好きになることってないかな悲しい人生悲しくないよ別に。 でねねもうううう個思ってるのののは、ね、結構言うのそういうのあの好きなものがないっていう人結構いるんだけど私はそれはねそんな人いないと思ってて日本独特なんだけどそれに関しては本当に好きなものでキラキラしていなくてはならないみたいな固定概念がある気がして好きっていうかなんか執着がありますくらいの,あのやつでもいいと思うの。それれになんか惹か惹るっていうこと が好きっていううことだとだ思うんですよね応援したいとか,なんかグッズが欲しいとかそういうものだけが好きっていう感情ではなくてなん,かなんか知らんけど惹かれてしまうとか興味を持ってしまうみたいなところも含めた「好き」っていうのを聞きたいっていうのはすごいありますね、えー。グーパンさん「好きなものはいっぱいあるけど全体的に浅いから語れるやつってなると難しい」あーそこの問題もあってね。あのー、そう 浅いから自分は知らないから語れないっていう追い目を感じるのも多分ね日本独特だと思うんですよ私はここも払拭していきたいと思ってるわけその浅かろうがなんだろうがもうとにかく楽しいんだイエーイっていうのでも私は楽しく喋れるようにこの私のトークスキルが試されるんですけどそこはねこっちがあの勉強していかなきゃいけない部分ですね だから相手がどんなに軽いノリでそれを好きであったとしてもあんまり知らなかったとしても私と喋ることによってうわこれのこと意外と好きだったんじゃん俺みたいなやつをか再確認してもらえたりするようなキャスにしたいねキャスじゃない <laughs> あの雑談にしたいね将来的にはでそれをいかに引き出せるかなんですよだ,だからねあのねもう極論言うとね、あのー、そのグーパーさんの言うね好きなものはいっぱいあるけど 全体的に浅いからじゃなくて聞く人が下手くそだから語っても楽しくないっていうのが正解だと思うんですよ聞き手がね聞き手がダメだと思う興味を持って聞いてくれる人がいたらあのどんな好きなものも絶対にね優劣なくみんな尊いものなの絶対それを証明したいなんかねもうこれはねなんかね日本人に生まれてきた時点でもう私はね永遠に 考えてていいかなくてはならななくはらテーマなんだと思う自分の中でだって日本独特だもん絶対このなんか好きなものに対する劣等感そう劣等感がひどいほんとひどいって思うからいや私の力うんぬんでそんなものはね消滅しませんけどなんか私に出会った人はこう少なくともあこれは聞き手の問題なのかと。 だから私のせいではないのだなというふうにちょっとでも感じていただけたらいいなってそういう動画になるように私は頑張っていきたい夢を語るキャスになってますねなんかいつの間にか違うあの本当はねこのキャスの目的としてはあのだからリスナーさんが多分10人とか20人とかになってきたらその中の1人くらいにこう上がってもらって好きなもん何んですかっていうのを教えてもらって あのそれをひたすら肯定するっていうキャスを本当やりたいんですけどあのなんせね私がね寝るのが早いもんでちょっと家族の都合でですね9時半に消灯なんですよですので本当はね10時ぐらいからやりたいの健康的な時間にしかキャスができないのでねまあ人がいない時間にしか喋らないのでゲストに会えないわかりますこの辛さ えー、健康的な生活いやほんとっすよもうグーパンさん消灯時間があるんですねそうだわ修 <laughs> 学旅行より早いわアホか何や9時半ってえり、ー、くさんあこんばんは前回はありがとうございましたそうだそうだりくさん来たらね言おうと思ってたんですけどたむじょうさんとえー、っと中島礼里さんの動画見ました見ました見ましたそうだりくさん来たらね絶対言おうと思ってたの面白かった タムジョーさんの動画はねちょっといいですか感想を言って愛があった愛が上履きで1 0キロ1 0キロだっけ走るやつ見たんですけどあのなんだっけあの遊戯王のカードなんとかんとかストーンゴーレムだっけめちゃくちゃおもろかったもんであれをさ喋りながらやってるのがさすごいとかさコメントであったりしてねいや面白かった 他にもなんか瞬足をなんか履いてみたとかさ結構なんかちゃんとちゃんとしてましたね。陸上に関係しててでもなんかこうあ懐かしいくらいの入りで見れる動画が結構あってとかみんな知ってるよねこれこれを陸上でやってみようみたいな。 感じでやるのがね結構斬新で面白くてあなんか本当に陸上好きになって欲しくてこのチャンネルやってんだなってのがすごい分かってねとっても好感持てましたもういい人教えてもらったなと思います多分いっぱいいると思うんですよ陸上系の YouTuber ね思うんだけどあの人教えてもらえてよかったねであと中島礼梨さんに関してはえっ、ー、とねそのタム・ジョーさんとお家で喋ってる動画を見たんですよ2人で。 あれ結構ね面白かったあそうさっきも言ったんですけどだから私雑談動画がすごい好きで <laughs> 人と人が喋ってる動画を見るのめっちゃ好きでなんかそれまあ対談形式みたいなねちょっと緩い対談みたいな感じで喋ってた動画だったんですけど面白いそれもタム城さんやっぱね聞き方上手あーそうなんだみたいなでもなんか「あの箱根出てるもんね」みたいなあの結構ね切り返しが上手でね で中島礼里さんも実績があるからすごいうーんちゃんとプライドは持ってるのそれが過剰な人もいると思うんですよそのなんかアスリートってねそれが慢心につながると思うんですけどそうじゃなくて自分がやった分自分が努力した分の自信はちゃんと持ってるっていう感じそれ以上のなんか幻想につながりそうな自信は プライドみたいなそのあん塩梅がちゃんとなんか、ね、伝わってきたんですよトークの中で。あこの人なんかちゃんとしてるなって思って面白かったですね。でなんか全然分かんなかったんですよ後半の,あの今年あ来年か来年どこが優勝すると思うかって駅伝なんか青学でしょうとかもなんか提供がどうのこうのとかなんかね知らない単語がいっぱい飛び交っててな何か何句と何句の間は練習したらできるとか何かね結構。 専門的な言葉が飛び交ったんだけどねその辺結構聞いてるのね楽しかったな分かんないんですよ内容は全然分かんないんですけどあの楽しそうなの2人がどこどこの学校はちょっとなんか去年ダメだったんだけどここの坂道の練習をしてるんですよとか言っててすげえそんなことまで知ってんのと思ってどこの大学の若手がこういう練習をしてて今年は誰々がいて。 でこういう練習をしててだからタイムが縮むはずだとかさ <laughs> なんとか学園は後半に弱いとかさスタミナがどうのこうのとかさ <laughs> どうやってそれ知るのみたいなさ <laughs> いうところを楽しそうにしゃべってるんですよね。それがもうスル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 出てきてめちゃくちゃ面白かった。あのだからなんだ何回も言いますけどその 話の内容自体は絶対ついていけてないですけど、そう楽しそうに喋ってるという点でめちゃくちゃこっちは楽しかったんですよ。いやこれすごいことだと思って、その知らない分野なのに見れるってすごくないですか？その動画を見続けられるって。最初なんか今年の目標とか個人的なことを言ってたんですけど、そのその優勝予想とか言い始めたところから多分ね、そのまあ、一般的に見ると。 えと離脱率動画の離脱,離脱率は多分高くなっていくはずだと思うんですけど私でも見れたもん陸上知らないのにこれはすごいことだなと思いましたその「陸上」っていうのねテーマが良かったかもしれない私全然知らないところのテーマの話聞くの本当好きなんですよ。ざっくくくり、あのー、小学生の辞書ででで引いいいたららら出てくる解説くらいですかかそれ以下しか知らない状態で 聞いたり見たりするのってね結構勉強になるのででしかもさそれを楽しそうに喋ってる人の話ってやっぱり入ってくるんですよねなんか面白そうだなって勝手に思えてくるというかなんかねその辺のね結構パワーがあるお二人だったのでその話は結構ねおもろかったなというかちょっとまあ時間の関係で全部は見れてないんですけど動画ねいろんな手法でチャレンジしてる人いるんだなっていうのはすごい思いました えーまあ、楽しそうに話ができる人すごいいや本当にそう本当にそうあのね私ほんとね楽しそうに話してる人っていうかね、まあ、楽しそうにしてる人がね昔から多分好きであのね絵を描き始めた理由もねそうだった気がする昔なんかねスケッチにはまったことがあるんですよ大学の時にえっ、ー、と共用スペースラウンジみたいなところに行ってダンス部がなんか自主練してたりえー、っとなんか普通に学生同士が喋ってる ところがが丸見えになる場所があってそこに入り浸ってひたすらスケッチしてたことがあるんですけどどういう人をスケッチしてたかなって思うとやっぱりね楽しそうな人を選んでたんででたすよダンスして夢中になってる人とか、あのー、誰かと喋っててニコニコしてほんと幸せそうにしてる人とか、あのー、なんか難しい顔ででも真剣に熱中して本読んでる人とか。 か昔からやっぱ私はこうなんかこう一個のことをガーッてやってる人が好きというかそういう人を見てしまうみたいなところがあったんだなーってね今更ながら思いますけど。えりくさんちょっとでも分かってもらえてよかったですいやいや本当に本当に。この話をねりくさんにしたくて DM だとね長くて伝わらないからあのキャスでりくさん来たっていう時にね絶対言おうと思ったのでちょっとよかった今思い出してあぶね。 結構発見でしたねそのアスリートって結構手を出してこない普段見つけにくいジャンルでもあるので、あのー、YouTube, の YouTube に限らずまあなんかレコメンドのね悪い点ってそこでその自分と対局のものになかなか出会いづらいじゃないですか。あんまり自分がこう普段出会わないなっていうふとした出会いがない。 これが、ね、ネットのダメなとこだと思うんですよ。本屋さんってね私好きなんですけどアナログの本屋さんあれ何がいいかっていうと探してる本にはもちろん出会えるんですけどその偶然の出会いが発生するじゃないですかたまたまなんか目についた本に出会うっていう体験って本屋さんとかそのなんか店頭に行かないとないじゃないですか YouTube とか Amazon のレコメンド機能って っていうのはなんかそのはそビッグデータでね自分の閲覧履歴とかそういうものを全部全部そのアルゴリズムが勝手に組んでくれてあんたこれ好きでしょって出してくれるじゃないですかそうじゃなくそうじゃないい出会いも私は好きなんですよだからそれがなかなか出会いにくいからこうやって人に教えてもらうっていうのは本屋さんに自分の足で出向くぐらい結構レアな経験なんですね。 機機というかレアな機械なんですよだから教えてもらってよかったなと思ったなんかねあの普通の YouTube ここキャスじゃなくても昔出した動画にコメントくれる人がまあ今もいるんですけどそういう人たちがそういう人たちとね <laughs> あの40件ぐらいそのコメントでラリーしてる人が何人かいるんですけどその中でもうね当初のその動画の内容とはもうほぼ関係ない話をしてて私の。 えとおすすめのユーチューバーさんはっていうのを教えてくれる人が一人いるんですよでその人がねもうすごい YouTube を死ぬほど見てる学生さんなんですよで流行りしたりなんか流行にすごい敏感な多分方であの最近誰々さんのこういうチャンネルが新しくできてそればっかり見てました。 もしよかっったら見ててくださいっていう風でででコメントるるんんももうう見すすよ私はすぐにもうそしたらさ「今こんな人がいるんだ」とか「やってみた」とかそのなんかツッコミ系とかアーティストもそうですしえなんかこう大学生がわちゃわちゃしているチャンネルとかダンスとかもうむちゃくちゃジャンルがいっぱいいっぱいっぱいあってでそれをこうなんか新しいのとかハマったりするために教えてくれるんですけどそういう人の動画ってもう本当に ささっっき言った本屋さんの出会いと全く同じで自分が意図してないものなので新鮮なんですよね突然現れたっていう感じだから見てみようかなっていう気になるんですよもう知らなさすぎて逆にだから教えてくれる人の存在がねどれだけ貴重かっていうことですよ昔は多分見なかったな自分だったらその人に教えてもらったもんとか自分が好きなものが多分ね一番だった 昔っ,て昔って学生時代ですよ高校とかそんな人に教えてもらったものなんか見るかよって思ったんですけども今はね人に教えてもらったものすぐ見るしすぐなんかこう吸収したがる、ね、もうなんか自分で吸収できる範囲のものに飽きてきてるとは言わないけど何だろうなもう限界があるって知ってるというか自分が手,自分の手の届く範囲で手に入るコンテンツは結局 ほとんど自分の想定してるもの想像してるものしかないのであんまり発見とかないんですよ。なんですけどこうやっぱり自分と違う人生を送ってる人はね自分と違うものを引っ張ってくるんでそういう人のものを見るとすごい刺激になるしなんだろうねやっぱ発見したいのかななんか新しいものを知りたいっていうなんかそういう何か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  そういうい人の存在本当貴重。本当貴重。って思います。<laughs> だからなんだよって話なんですけど、だからなんだよをね、言えるのが、このキャスのいいところですね。はい、<coughs> そのコメントのやりとりもね、本当楽しい。もうずっとやってるあの。昔のね、なんかストプリの動画についたコメントなので、半年ぐらい前からかな。40件ぐらい気づいたら、コラリーがね。まあ、なんか1週間空いたり、1ヶ月空いたりはするんですけど、 でなんかね、その感覚ってね <laughs> あのね掲示板みたいなんですよ要は懐かしくないですかわかんないかここにいるいらっしゃる今いらっしゃるリスナーの方々昔の掲示板あんまりわからないかな私今荒沢ですけど私世代の掲示板ってねなんかね遅いんですよレスがつくあれが多分感覚としてね今みたいな LINE みたいなポン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 来る感じではなくてなんか 結構数時間空いたり、まあ、場合によっては1時間ぐらい空いたりして、まあ、誰かたまにふんって更新した時に見ますねくらいの更新頻度だった覚えがあってなんかそれに似てる感じはしますねその YouTube のコメントのやりとりがなんか懐かしい <laughs> であとね一個盲点なんかねもっとみんなやればいいのにと思うんですけどまあこれはチャンネル登録者数が少ないからできるんですけどね多分あのー、コメントの 返信をそののチャンネルの主ががやることが結構少ないって思うんですもつけてもあの既読のスタンプぐらいとかコメント来てもなんか一辺倒な通り一辺倒なコメントしか返してくれないことが多くてこっちのコメントを広げようとかそういう意識はほとんどなくてどの方もねいらっしゃるんだと思うんですけどでもあんまり個人的にラリーしてる方は少ないので私はねそれをやっていきたいわけ。 だだって私がやりたいのってそこだし多分そのゲストさんと喋りたいっていう動機と全く一緒でそのコメントを皮切りにその人が好きなもののを知りたいんですよそのラリーを通してねめっちゃ突っ込んだ話するんで最初1行か2行しかコメントくれなかった人に対してももしよかったらちょっとあのこの人のここ好きだなっていうところを教えてくださいとか言ってみたりするとねもう次のコメントではね20行ぐらいブワーって来たり。 したらあこの人喋りたいっていうのがあるんだなっていうのが分かってすごい嬉しいんですね。もう私でよかったら聞きます。みたいな感じで、たまにや多分嫌な人もいる。そういうのが面倒くさい人もいるんで、そのさじ加減がすごい難しいんですけど、コメントでやり取りしたい。したいっていう人も一定数いるので、あのひたすらね。やってますね。そういう人がね。総じてね。言うのはね。あのやっぱりこうクラスとか学校では？ そういういいいのを聞いてくれる人が少ないこの熱量で喋れる人がいないとかこの熱量で言ったら惹かれるんじゃないかって気にしちゃって言えないとかいう方がすごく多い学生さんがねやっぱどの時代でもなんかそういう思いしてる人はいるんだなと思って、まあ、でも当然ですよね好きなものが多様化してるんでだってもう40人クラスにいたら40人。 みんなほぼ違うものが好きみたいなのが普通の世界線じゃないですか現代なんてねだから同じものが好きな人に会いにくいと思うんでリアルではまあネットでは会えると思いますよだからそのでもでもネットでもなかなかそういう熱量で聞いてくれる人はいない少ないと思うので壁打ちしてる人の話を聞きたいなって思うんですよもう壁打ちするぐらいだったら私を壁にしてくれって思うんですよ そういういいい人に出会いたいですね <laughs> もうずっと出会いたい出会いたいってめっちゃ出会い中みたいな感じですけど <laughs> はいえー、っとはいえー、本日は3枠やりましたのでまあ、今日のこの動画を多分ま来週かまあ、再来週の動画に <laughs> 回すと思いますはいまたよろしければなるべく夜の時間帯に開きたいなと思いますのではいよろしければ来てくださいありがとうございました